皆さんこんにちは。今日は開フォーラム2015 in 東の蔵の道広場特設会場にお集まりいただきましてありがとうございます。いいお天気になりましたね。やっぱりあのパワースポットになってるんじゃないかなと思うんですけれども、大勢の皆様お集まりいただきましてありがとうございます。私本日司会を務めさせていただきます御園文子と申します。皆さんと楽しいひとときご一緒に過ごさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、先ほどからですね、遠野物語のキャラクターの方ですとか、あのいろんなところであの写真、 あちらに今カタルくんいますけれどもね、子供さんと写真を撮ったり、他のキャラクターもちょっとね今見えましたけれども、賑やかになっています。さて、ゲゲゲの鬼太郎などの原作者として皆さんもよくご存知と思います、水木しげる先生を会長にいただく世界妖怪協会、こちらの協会が認定した怪遺産、現時点で世界に3カ所しかありません。岩手と鳥取と徳島です。はい、今ちょっと喜んでいただいていますけれども、この3県が特別な3県ですよね。連携して妖怪文化を発信するのが怪フォーラムです。あのこちらの会場では民族芸能の共演と題しまして、岩手、鳥取、徳島の3県の民族芸能の披露、そしてちびっこに大人気の妖怪ジバニャン来てくれます。バラエティショーなどのステージイベントも行います。そしてですね、皆さんが座っていらっしゃる席からこちらご覧いただきますと、随分たくさんテントが並んでいます。こちらの方ではですね、岩手、鳥取、徳島の観光物産の PR ブース、岩手三陸の直送グルメなどいろんな商品並んでいまして、ちょっとねいい匂いもなんだか漂っている気がします。そしてあちら側にはいろんな屋台も並んでおります。今日は内容盛りだくさんで、どうぞごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。そしてこの会場の模様なんですが、先に皆様にお断りさせていただきますが、実は岩手県の公式インターネット放送局、岩手希望チャンネル、こちらでインターネット配信をいたします。観客席の前方中央、こちらの方ですね、はい、あのカメラ、中継カメラを設置しております。カメラはこちらのステージを撮影いたしますけれども、ちょっと映りたくないなという方、気になるわという方、あらかじめカメラのこちらの位置ご注意いただければと思います。さてこの後ね、どんな舞台が繰り広げられるかとても楽しみだと思いますが、少し今日の催しのご案内させていただきたいと思います。妖怪と芸能でことほぐ怪フォーラム in 東の2015、今日はですね、怪遺産大談義、作家人と怪遺産認定地の知事市長による公開ディスカッション、どんな話が出てくるんでしょうか。そしてお化け大学校で秋の集中講座ということで、あのお化け大学校が誇る教授陣が遠野物語で産声を上げた日本民族学始まりの地遠野で集中講義を行ってくださいます。カッパが語られて、山男ヤマンバが聞き耳を立てているかもしれません。いろんな妖怪がいつの間にかね集まってきているかもしれません。そして体験入学は大歓迎で、試験も宿題もありませんので、どうぞお気軽にご参加ください。さてアエリア遠野のフォーラム会場の方の内容もご紹介しておきます。お化け大学校の公開講座、こちらの1がですね、京極夏彦さん、そして宮部みゆきさん、このお二人が遠野物語主義リトールド朗読&トークということで公開講座を行ってくださいます。そしてお化け大学校公開講座2、
こちらは荒俣宏さんの登場となります。豪華なメンバーですよね。そして2時からは解散大談義、先ほどもねちょっとお伝えしましたが、岩手県知事達増知事、そして、本田遠野市長、そして林鳥取県副知事、安倍境港市副市長、そして飯泉徳島県知事、黒川三好市長、いろんな皆様がお揃いで、荒俣宏さん、小松和彦さん、京極夏彦さんも含め大勢の登壇者で解散の大談義を行っていただくということになっております。そして4時からはお化け大学校の公開講座が行われます。こちらは3つ目の講座、3限3時間目となりまして、小松和彦さんの講座となります。その他ですね、あちらのテントの奥の方に大きな素敵なトラック、11トントラックがあるんですが、こちらがですね、徳島県から移動ブランドショップ新鮮な徳島号というトラックが来ておりまして、今日は3県の新鮮な食材を使った美味しい食べ物を無料でご披露くださると、はい、後でお振る舞いがあるというふうに伺っておりますので、時間でいろいろと変わっていくそうですので、ぜひ覗いてみてください。地球4周分回っていろんなところで PR されているということです。さて、海フォーラム2015 in 遠野、今回は海遺産認定地である岩手県遠野市、鳥取県境港市、そして徳島県三好市の各市長の皆様にお集まりいただきました。ご紹介いたしましょう。遠野市の本田市長、そして境港市の阿部副市長、三好市黒川市長、どうぞステージにお上がりください。皆様どうぞ大きな拍手お願いいたします。それでは開会にあたりまして、開催地であります遠野市本田市長にご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。おはようございます。今日のこの妖怪フォーラムの開催地であります遠野市の市長という仕事をしております本田と申します。今ここから歩いて3分ほどのアイリア遠野のホールでおきまして、まあ、見ましたところ500人近くいたかなと思っておりましたけども、これから始まるこのフォーラム、あるいはさまざまなこの今日一日のイベントに多くの方々が、私今日聞いて本当に嬉しく思ったんですけども、列車等を通じて遠野に駆けつけたというふうにお聞きいたしました。そしてただいまご紹介がありました通り、境港市の阿部副市長さん、そして徳島県三好市の黒川市長さん、このように駆けつけていただきました。ありがとうございます。世界妖怪協会という組織があります。会長は水木しげる先生であります。その中におきまして海遺産、まあ今世界遺産等で大騒ぎしておりますけども、まあこんなこと言えばちょっと強がりかもしれませんけども、世界遺産がどうしたと、海遺産もあるぞという中で、遠野市と境港市と三好市とが3の自治体がしっかりとスクラムを組んでいると、そこを岩手県、鳥取県、そして徳島県の県知事さん方がきちんとフォローしていただいているというのが、この海フォーラムの一つのイベントにつながっているわけであります。まあ、強がりを決して言うつもりはありません。市町村という基礎自治体の中で消滅市町村という名前まで飛び交っている人口減少という中にございまして、水木しげる先生はこう言ってるんです。人間社会と共存しているのが妖怪だと、喜怒哀楽
喜び、怒り、そして悲しみ、楽しむという中で感情を持っているのが妖怪だと、まあ、実は先ほども別会場でちょっと紹介してきましたけども、昨日までここで日本のふるさと遠野祭りという遠野市では最大のお祭りがあったんです。昨日は遠野郷八幡宮の中で伝統行事のやぶさめやら馬場巡りというのが63団体ものの方々が出演いたしまして、大きなイベントでやりました。大観衆が集まっても全く動じない白雪という馬が、これは何度も出演してるんですね、テレビや映画に。昨日の様子がすごちょっとおかしかったんですよ。落ち着きがない。そうしましたら、お祭りに駆けつけておった東京に事務所を設けておりますカッパ村の村民の皆さんが、カッパ村という村があるんですよ東京に、その方々が駆けつけていただいておったんですよ。師匠と、どうも馬にカッパがついたようだよという話になって、あ、そうなんだと。それで白雪がどうも落ち着きがないんだなと、あ、そうかと、カッパもお祭りを見に来たんだなという中で、皆さんで笑顔いっぱいにお祭りを楽しんだという、まあ、そのような一つの不思議な現象と、それをしたたかに楽しむという遠野の地域であります。今日これから始まるいろんな、この昨日もここまで神楽団体が舞い踊ったんです。そこの場所で今度は妖怪ウォッチングであるとか、徳島県、そして鳥取県の郷土芸能も繰り広げられで、またさまざまな特産品もブースとして提供していただいているということでありますので、遠野のこの活性化にとっても、また境港市、三好市、遠野市、この3地域がそれでがっちりを組んでもらい、それを県サイドからそれこそフォローしてもらうという部分の中において、我々市町村もまた頑張らなければならないというような構図がその中に見えてくるんじゃないのかなというように思っておりますので、皆様には今日一日存分にこの妖怪の世界を楽しんでいただきますように心からご期待をし、またお願いいたしまして、地元市としての皆様への歓迎の挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。本田市長ありがとうございました。続きまして境港市阿部副市長にご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ゲー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 のゲーで始まりますけども、魚と鬼太郎の町境港からやってまいりました。今日は鬼太郎もいるはずだったんですが、見えないなと思って今あれしてるんですが、午後の部で出てくるんでしょうかね。鬼太郎も一緒に来ておりますんで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日は妖怪と芸能でことほぐ、開フォーラム2015 in 遠野がですね、このように盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。昨夜ですね、この遠野市に入ったんですけれども、私ども港町、魚がたくさん取れる、実は全国6番目の漁獲高を誇っておるんですけども、あまり肉は食べないんですよね。このテントの下ですね、殿の市長さんと一緒にですね、バケツに3つ目のついた穴のついた、バケツにですねジンギスカンをいただきましてね、大変おいしく感じました。今日はですね、今朝から遠野市の方に案内していただきまして、カッパのあれは淵というんですか、
それからそうですね、お白様のいる、伝承園ですか、とかですね、それから水車小屋もずっと見せていただきました。本当にこの遠野というのは、素晴らしくその昔のですね、伝統的価値があるものがたくさん あるなというふうに感心しております。私どもの境港とは全く違った雰囲気と素晴らしいその文化遺産が残っておりましたなというふうに非常に今朝ほども感心してきたところでございます。まあ、ご承知のように先ほどもうお話がございました、世界妖怪協会の会長は、私どもの出身、水木しげる先生が会長を務めていらっしゃるんですけれども、その協会からですね、世界でたった3つというふうに、まあ、表現しているんですけど、たった3カ所が、その会遺産として承認されているわけですけれども、この遠野とですね、それから三好と境港、この3市が揃ってこの会フォーラムに参加できますことを大変この上なく、喜びだというふうに感じておるところでございます。今日はですね、先ほどもご案内ございましたけれども、超豪華な講師陣によります、お化け大学ですか、その開催に続きましてですね、そのスタッフの皆さん、関係者の皆さんがさまざまな趣向を凝らしましてね、素晴らしいイベントが続々と続くわけでございます。その妖怪文化の真髄といいますか、その素晴らしさをこれ行くまで、皆さん方とともに、堪能したいとこのように思っております。でこの会フォーラムでございますけれども、実は来年はですね、次回は私ども、鳥取県境港として開催される予定で、いいんでしょうかね、という予定に、なっております。鬼太郎と一緒にですね、水木しげるロードには153体の妖怪ブロンズ像が並んでおります。この妖怪とですね、それから日本海で取れたての銀鮭とかクロマグロとかベニズワイガニ、松葉ガニ、こういった海の幸を取り揃えて皆様のご来場をお待ちしておりますので、どうぞ来年は境港の方に来ていただきたいと思います。本日はですね、この海フォーラムの開催にあたりまして、大変なご尽力ご協力をいただきました皆様方に深く深く感謝申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。安倍副市長、どうもありがとうございました。さて続きまして、三好市黒川市長にご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。四国というのが日本にあるんです。四国のど真ん中に三好市というのがありまして、ご年配の人が、私とよく似た方がたくさんおいでるようですが、かつて池田高校という高校野球が頑張った歴史があるんですが、その池田高校がある三好市からやってきました。この海産ですね、水木しげるさんが世界海産第1号第2号第3号という命名をされたわけですが、私のところは第2号で、妖怪の中でも子泣きじじいというのが私のところに住んどんですよ。私のところは面積が四国一広い、市町村の中で四国一広い面積で、山また山で、人間の数より猿やイノシシや鹿の方が多いというような
三好でありまして、昨年ちょうど11月の23、24に妖怪フォーラム、妖怪サミットを行いまして、達増知事をはじめとする3県の知事にお集まりいただきました。まあ山輪っかしで休憩者のとこでありますけんね、大股で歩いても小股で歩いても危ないというんで、大ボケ小ボケというのがありまして、その大ボケ小ボケに小泣じじいをはじめとする妖怪が大体私の年ぐらいあるんですよ。数が私の年はまあ60うんぬんというぐらいありますけん、それぐらいの妖怪がたくさんおりまして、特に小泣じじいは有名でありまして、赤ちゃんの声で泣くんですよ。泣くからまあかわいそうなと思っておんぶしてあげたら、その赤ちゃんがどん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 重くなって、最後は赤ちゃんに潰されてしまうと。だから赤ちゃんの声をして泣いてかわいそうなと思っても気をつけようというのが子泣きじじい、子供が泣く、しかしそれはじじいであるということであります。まあそんな三好市で、妖怪がたくさんおり、本当に妖怪が住んでるような、妖怪が住んでるところが150箇所を超えていますからね。まあそんな形で人が生きていくための知恵、元気で危ないことを気をつけようと、あっち行ったらあの淵が危ないぞと、あそこの谷へ行ったらこんなのが出てくるぞとか、あの山の中へ行ったらこんな妖怪が出てくると、気をつけようということで、人間が生きていくための知恵、そんなことを授けてくれるのが妖怪であります。まさに妖怪は地方自治であります。シビルミヌマウという言葉がありますが、まさにこう人が生きていくために昔からこう言葉がいろいろ掲示板に書いとってもわからなくても、お年寄りから子供まで行けるということで、この地方自治、民主的地方自治の中でもシビルミヌマウということで、支えていける、そんなのが妖怪だろうと思っています。そうしたところで、先ほど申しましたように大股で歩いても小股で歩いても危ないぐらいの30度40度の傾斜地に妖怪がたくさんおる、それが大ボケ小ボケであります。そこでその妖怪がたくさんおるところで、大ボケ小ボケの吉野川という川がありまして、2017年というのは来年再来年ですね、いわゆる日本で初めてラフティングという世界大会を開催することが決まっております。ラフティングボートって言ってね、急流下りですね、急流下りでラフティングボートが2017年に世界大会を日本で初めて開催すると、世界から50カ国超える人たちが、2000人やら3000人は分からんぐらいの人が、日本語が通用しない人がたくさん来るんですよ。もうスペイン語、フランス語、ドイツ語、英語、中国語という感じで、そんな形でその吉野川でラフティングボートをするということになってますが、その年にまた先ほどお話がありました境港が来年妖怪フォーラムをするんですが、再来年は我が三好市で妖怪のフォーラム、妖怪サミットがあるということで、ラフティングボートが2017年の10月1日から10月10日までやって、その後11月に妖怪サミットを三好市でするという段取りになっておりまして、ぜひ遠野の皆さん、遠いですよ、ここまで来るの遠いのというぐらいで遠いんですよ。ちょうど私も8時間かかってきましたからね。8時間っていうのはまあ労働時間ですけど、8時間労働したと思ったら大丈夫ですけど、明日も8時間かかって四国の三好市へ帰ることになってますが、そんな遠いところへ来れば来るほど人間は喜びもまた感じるところが大であります。どうか徳島県の三好市へ皆さん方も、今日お集まりの皆さんや、また多くのお友達やご近所お誘いで来ていただいて、ここが小泣じじいというところの三好市かと、大ボケ小ボケかということでご理解いただいて、交流ができたら最高だと思っています。どうか本日のこの遠野での
海フォーラム in 遠野、本当に素晴らしいお天気も恵まれまして素晴らしい一日であらんこと、そして皆さん方がますますご健勝でご活躍されますことを心からご記念ご期待申し上げまして、私からのご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。黒川市長ありがとうございました。一言ずつちょっと伺いたいと思うんですが、本田市長、さっきカッパのお話がありましたけれども、遠野にはカッパの捕獲の許可証があるんですよ。で、許可証が観光協会などで扱って、許可証です、はい、あるんですよね。お持ちなんですか。許可証期限が切れてたな3月の来年の3月31日までにカッパを捕獲しめいて許可証を出してるんですよ。これがこの許可証がなければ捕まえることできないんですよ。ただ生け捕りをするにはいろんな条件がありましてね、カッパの水皿が乾かないうちに生け捕りをしなきゃならないんですよ。ただカッパが出るのは気温が30度以上で湿度が 90% 以上で無風でなければカッパは出てこないんですよ。デリケートななんですね、妖怪なんですね。許可証を持っててもなかなか捕まえることができないという部分で、ただ万が一でもうまく捕まえることができて条件に合った形で捕まえたならば、株式会社東野テレビという会社から1000万の報奨金が出ることになってるんですよね。ただ今までその予算が執行されたことがありませんのでね、また捕まえたということはいない。昨日八幡宮に現れたカッパはね、見える人には見えたんですよ。でもやっぱりほとんどの方は見えない。見える人はなぜ見えたかとなれば、気持ちの正直な人には見えたということなんだそうです。カッパ村の村長さんに言わせると。ですから今日皆さんにカッパが見えるかどうか、許可証は観光協会で販売してますから買い求めていただければという。皆さん許可証買いたくなったんじゃないかと思いますが、ぜひ覗いてみていただければと思います。そして安倍副市長胸元には一旦木綿のね、はい、缶バッジといいますかワッペンをつけていらっしゃいますけれども、地元には妖怪神社があるそうですね。境港駅を降りますとね、水木しげる記念館までが約800メートルあるんですけども、駅からすぐのところ左手の方にですね、妖怪神社あります。でそこではですね、水木しげる先生にご神体に魂を入れていただきましてね、でその神社の前には丸い目玉親父の形をした石がありまして、そこを観光客の皆さんは必ず触ってお参りをして、それから水木しげるロードを歩かれるんですよ。今ではですね、妖怪結婚式といいましてね、人力車に乗ってその妖怪神社で結婚式を挙げる方がだんだん増えてきておる、そんなことでございます。パワースポットになっていますね。ありがとうございます。そして黒川市長、先ほど150箇所ぐらい妖怪が、ね、住んでいるとおっしゃっていましたが、一番お気に入りは何ですか。やっぱり粉木じじいですね。もう子供の時からじじいまでこう話が進むというかね、私も生まれた時は子供だったんですよ。それがじじいになったわけですけどね、やっぱり粉木じじいですね。それともう一つ先ほど言うのましたけどね、今日は阿波踊りがね、ここへ来るようになってます。もう徳島は阿波踊りということで、はい、拍手がね上がりましたね、はい、阿波踊りを楽しんでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お三方お話を伺いしました。本田市長、安倍副市長、黒川市長、どうもありがとうございました。皆様どうぞ拍手をお送りください。さて本田市長、安倍副市長、そして黒川市長は本日午後2時からアエリア等のメイン会場で開催されます解散大談義にもご出演となります。一体どんな話がね飛び出すんでしょうか。今ちょっと伺っただけでもいろんなね妖怪の話ですとか許可証の話などが出てきましたが、楽しみですね。皆様もぜひアエリア等のメイン会場で開催されます解散大談義、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。
さてこの後はですね、岩手、鳥取、徳島3県の民俗芸能をご覧いただきたいと思いますが、はい、まずはじめは地元岩手県遠野市山口三叉踊りをご覧いただきたいと思います。山口三叉踊り、南部半領に伝わる盆踊りである三叉踊りの一つです。桜色のこの美しい色の衣装、華麗な舞が見どころとなっています。それでは山口三叉踊りの皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。
いやありがとうございました。艶やかな山口三叉踊りの皆様方、踊りご披露いただきました。さあここでちょっと冬屋敷徳夫さん代表の方です、お話伺いたいと思いますが、今日ずいぶんいろんな種類の踊りご披露くださいましたね。はい、今日はですね17ぐらいの種類があります。この踊りはですね法然踊りでございまして、祝い事やそういう行事にはいろんな参加してまいりました。皆様は17種類分かったんで、16種類分かったでしょうか。すごいですね。皆さんこれ音で聞き分けて踊りを変えるわけですか。そうですね、中歳の保育園の、年長組から練習を始めています。でやっぱり一人前な形になってくるっていうのはやっぱり小学校の1年生から2年生の頃からやっぱりなってきます。常に幼い頃から、こういう衣装とか、それからやっぱり太鼓の音、こういう優雅な踊りを身につき体で覚えてもらうというのから始めてます。17種類ですからね。地元だけじゃなくてよそでも公演を行ってるんですよね。はい、最近で言いますとですね、昨年は立ち沢市さお呼びがありまして、文化祭ですね、そこで行ってまいりました。それからあと6年ぐらいになりますかね、
6年から年前はあの東京の六本木ヒルズの盆踊りのお祭りでした。そこに参加してまいりました。まあ、昨日終わった遠野祭りの方でもご活躍されたということでね、またこの素敵な踊り見られるのを楽しみにしております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。古屋敷徳男さんでした。どうもありがとうございました。さあ皆さん、舞台をお楽しみいただきながらですね、あちら側のテントのブースの方ではいろんな物販などもありますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。さて続きましては、麒麟獅子舞をご覧いただきたいと思います。麒麟獅子舞は鳥取県の稲葉の国、今の鳥取県東部地域に伝わる伝統芸能です。今から約350年前、鳥取藩のお殿様であった池田光仲公により起こされたとされています。麒麟獅子舞の獅子頭、あのキリンビールのマークでもある伝説上の動物麒麟をモチーフにしています。そのため普通の獅子頭よりも顔が長く金色をして耳が逆立っています。怪し役の症状とともに映画妖怪大戦争に出演したことでもよく知られております。それでは稲葉麒麟獅子舞の会の皆様です。よろしくお願いいたします。皆様どうぞ大きな拍手お送りください。
Thank you.
さて実はですね、獅子に頭を噛んでもらうと1年間無病息災で過ごすことができ、またお子様は賢くなるという嬉しい言い伝えがございます。獅子がステージを降りて皆様のもとに参りますので、ぜひ噛んでいただければと思います。では皆様が獅子に頭を噛んでもらっている間にですね、代表の西村慎一さんにお話を伺いたいと思いますが、キリンの獅子ってすごいですね。最初に初め説明がなかったんですけどね、キリン獅子じゃなくてキリン獅子、キリン獅子舞ですね、失礼しました、獅です、獅に点々でキリン、稲キリン獅子舞ですね、すいません失礼しましたね。一角獣なんですよね。一角獣、そうですね、鳥取県の、東部地方、に、昔から伝わってるんですけども、キリンビールではおなじみの、ご存知だと思いますけども、角がここに1本あるという、これは、山陰でもその鳥取でもその稲葉地方しかないという獅子なんです、獅子舞です。はい、稲葉というと稲葉の白ウサギの稲葉、白ウサギですね、砂丘もあります砂丘もあります、有名ですもんね。ということはやっぱり西村さん、ビールの銘柄お好きなのはやっぱりキリンですよねやっぱりキリンビールがお好きということでね、さあ稲葉キリン獅子舞の会の皆さん、あれ今どちらに、あ、もうあそこでね、ちょっと写真とかお撮りいただいたりしていますが、さあ会場の皆様、頭をね、頭を噛んでいただきましたでしょうか。どうもありがとうございます。じゃあ遠野もね、ホップを作っておりますので、遠野もなんかホップでね、ビールが作ってるようですので、皆さんもキリンビールをよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。西村慎一さんでした、ありがとうございました。稲葉キリン獅子舞の会の皆様でした、どうもありがとうございました。さあ先ほど今日会場に来ているはずなんだけれどもなあという声が出ておりました、ゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎くん登場です。ステージにお越しくださいました。そして鳥取県の鳥取観光親善大使の村岡千秋さんと一緒にね、はい、お越しいただきました。どうもありがとうございます。ようこそお越しくださいました。はじめまして、ありがとうございます。さて村岡さん、はい、はい、遠野来てみていかがですか。遠野ですね、私の地元にすごく雰囲気が似ていて、はいはい、もう昨日から親近感しかないですね。本当ですか。はい、はい、気になっている妖怪とかありますか。気になっている妖怪はですね、もう私カッパに会うために来たので、カッパに会うために気になってしょうがないですね。カッパ淵に行かないといけませんね。はい、明日行きます。はい、鳥取も妖怪の街がありますけれども、はい、なぜかというと、そうですね、ゲゲゲの鬼太郎の作者の水木しげる先生がですね、はいはい、鳥取県のご出身で、鳥取県の境港市に水木しげるロードがございます。はい、こちらはですね、境港の駅を出ていただくと、もうずらーっと妖怪のブロンズ像が153体も、はい、153体すごい並んでいるところなんですけれども、見てみたいですね。はい、記念館などもございまして、はい、日によっては鬼太郎や、はいはい、鬼太郎の仲間たちも、はい、その水木しげるロードを歩いてますので、あ、まあじゃあ会えるかもしれないわけですね。はい、会える可能性かなり高いですね。はい、そして妖怪だけじゃなくて何ですか、カニも有名なんですか。そうなんですよ、はい、この境港市に、はい、境港港があるんですけれども、はい、こちらがカニの水揚げ量がなんと日本一なんですよ。はい、結構岩手県の皆さんからするとカニといえば北海道のイメージが終わりかなと思うんですけれども、はい、なんとカニの水揚げ量は北海道の3倍なんですね。うん、あ、すごいですね。鳥取県かなり本当にダントツ日本一なんですよ。食べたくなります。はい、ちょうどカニの時期始まりましたので、はい、鳥取県ではですね、カニの水揚げ量が日本一ということで、日本一カニが取れる県ということで、鳥取県をカニ取り県に今年も改名いたしまして、はい、去年もやってたんですけれども、はいはい、ウェルカニキャンペーンを開催しております。ウェルカニキャンペーンということで、はい、じゃあウェルカムとかけてるんですけれども、はい、こちらはですね、
鳥取県の対象の宿泊施設に泊まっていただいてご応募いただくと、なんと旬のカニが抽選で毎月100名様に当たるというキャンペーンで、はい、100名なので本当にかなり、はい、可能性高いんですよね。ちょっとチャレンジしたくなってる方もね多いかもしれませんけれども、そんな妖怪もカニもということでね、はい、実は空港が2つあるということで行きやすいですね。そうなんですよ、はい、鳥取県って少し横に長細い形をしてるんですけれども、はい、こちらのちょうど端と端あたりに空港が1つずつございまして、それぞれですね、鳥取砂丘に近い方の空港が鳥取砂丘湖南空港とか、湖南空港、はい、覚えやすいですよね、はい、名探偵コナンの湖南空港なんですけれども、はい、そして西の方にある島根県寄りの空港が、はい、米子北郎空港なんですよ。米子北郎空港、アニメのね、はい、漫画のこの名前がついている。そうなんです ね愉快な名前の空港が2つということで、はい、行きやすいですね。はい、はい、ぜひ皆さんもねお出かけになってみていただければと思います。鳥取県の鳥取観光親善大使の村岡千明さん、そして、はい、ゲゲゲの北郎の北郎くんに伺いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。妖怪もカニもということでちょっとね気になってしまいましたけれども、魅力をねいろいろと伺いました。北六にもね会えてよかったですね。さあ続きまして、阿波踊り振興協会による阿波踊りご覧いただきたいと思います。四国三郎吉野川の流れのごとく414年の昔から脈々と踊り続けられ、徳島が世界に誇る伝統芸能の阿波踊りです。阿波踊り振興協会は阿波踊りの歴史と伝統をしっかりと守りつつ、時代の要求を巧みに取り入れながら発展を続けています。日本各地の祭りへの出演はもとより、日本の文化を世界に発信すべく海外にも数多く出演しています。今回はですね、阿波踊り振興協会所属の16連の選抜メンバーが豪快に、そしてしなやかに阿波踊りを披露してくださいます。どうぞご覧いただきたいと思います。これが阿波踊りです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。先ほど司会の方からご紹介をいただきましたけれども、四国は徳島から、今日はね先ほど水木しげるさんの鬼太郎ありましたけれども、小泣きじじいっていうね、キャラクター有名な部分がありますけれども、私ども徳島県のね三好市っていうところから来てるんですけれども、今日はその三好市からバスですと18時間ぐらいかかる距離なんですね。私どもは少しちょっと楽をしまして、飛行機の方で来させていただきましたけれども、今日はこのステージで少し最後に皆さん方に
うちの踊り子なんか下に下ろしますのでね、一緒に踊る和法を楽しんでいただきたいなというふうにも思います。まあ、そこで少しだけ、時間がないのでもう簡単に説明をさせていただきたいと思います。まあ、男踊り、まあ、大喜連来なさい、それから阿波連、先ほど16連と申しましたけれども、それぞれの連の選抜メンバーで来ています。今男踊りの方は扇って書いてますけどね、扇なんかを持って女の子なんかが踊ったりする有名な連なんですけどね、こちらが阿波連、それから女性の方は水玉連、それから浮き付け連と、こういろいろあるんですけれどもね、もう全部説明しませんけれども少しお手伝いをさせます。で、阿波踊りはまず2拍子で踊っていただくのが一番分かりやすく説明できると思いますので、今日は2拍子のリズムを今からお囃子を流しますので、皆さん方一緒にですね、手拍子をまずやっていただいて2拍子を味わっていただく。このお囃子のことをぞめき囃子と申しますね。ちょっと覚えていただきたいと思います。それではどうぞ。いいですか？簡単でしょ。1、2、1、2。はい、誰でもできますよね。で、今少し鳴り物型ぞめき囃子のリズムを少し速くさせました。で、その時に皆さん方がこう叩いてたのが、大半の方ですよ、こう叩いてたのが早くなってきたら、上半身なんかも兼ね備えてこうちょっとこう躍動感のある二拍子をやられてます。それが自然に出るのが阿波踊りの特徴で、浮かれのリズムとも申します。そういった浮かれのリズムが阿波踊りの楽しさというものをより引き立てさせることなんですね。それでは今手拍子で 2拍子のリズムを体感していただきます。それではこの2拍子のリズムに乗って足と手の出し方、まずは足の出し方ですけれども、椅子に座っていただいて、そのままで結構ですので、パチンとこう手のひらが合わさった時に足を出していただく。でまた帰っていただいて、足を違う方の片方の足を出して帰っていただく。この繰り返しになりますよ。少しやります。はい、どうぞ。まず手拍子、はい、右左、そうですよ、そうそうそう、右左できてますね。はいはい、そういける、いける、ちょっと少し速くしますよ、そうですよ、そうそうそう、はい、 OK です。それでは残り半分、手ですね。手は右足がパンと出るでしょ、右足が出るときに右手が出ます。で、左足が出るときに左手が出ます。この繰り返し非常に簡単ですよ。よろしいですか？後ろの方も今やってますよね。じゃあいきましょう。はい、右左、右左、右左、そうそうそう、大丈夫ですね。後ろの方のお客様ね、ちょっとお向けすると、右手を出すタイミングというのが、右足が出るときに右手を出しなさいよって言いましたけれども、出し方っていうのはやっぱりあるわけですね。で、大概右足が出るときに右手を出せって言うとね、大体こう出すんです。大体皆さんこう出してましたね。後ろの立ってらっしゃる方もそうです。で、これは右手と右足を出すのが阿波踊りの特徴ですけれども、歩くときと皆さんおそらく逆さまだなというふうに思いがちなんですね。じゃあそれがね、大きな間違いで、下から手が歩くときなんかは出るでしょ、こうそのときに同じ方向の手と足を出すとおかしいじゃないですか、非常におかしいでしょ。それを歩くときと同じようにこのまま出していくとスムーズに見える。で、それを手をだんだん上げていくと、下ろすときには右手と右足、左手と左足が一緒になるんです。だから歩くときと同じが阿波踊りなんです。ですから右手と右足を同じ方向を出す、違和感なく出すときには上から出していただく。よろしいですか？まずちょっと手を上げて、で、上から右足出るときに下げる。で、残りの方は今度この方が高
い、後ろの手の方が高いんですよ。で、この繰り返しになります。最後にやります。いい日だ、そうそうそう、それだけのことですよ。あとは笑顔、掛け声なんかかけてね、はやっとさー、はやっとやっと、はやっとさー、やっとさー。はい、これだけなんですね。これで阿波踊りの今見ていただく、見る阿波になっていただいてますけれども、踊る阿波になっていただく時間をね、少し設けたいと思いますのでね、必ず皆さん方一緒に参加をしてください。それではただいまから阿波踊り振興協会が誇りますオリジナルの舞台の構成を付け加えた阿波踊りを少しね見ていただいて、最後に皆さん方と共に踊る阿波の時間を必ず成し遂げたいと思いますのでね、よろしくお願いをいたします。
そこ。阿波踊り振興協会の皆様、どうもありがとうございました。
踊り振興協会の皆様でした。鳥肌が立ちましたね。どうもありがとうございました。会場の皆様もお楽しみいただけたのではないかと思います。さてステージを降りてまいりました。ここからはですね、岩手県そして鳥取県徳島県の観光物産他の PR ブースを設けている蔵の道広場特設会場の皆さんの声お伝えしていきたいと思います。なんかいい匂いがね漂っているんですよ。まずは徳島県観光物産 PR ブースからお話を伺いたいと思いますが、さあブースでは今どんなものを並べてるんでしょうか。そうですね、今一番旬のすだちを販売しております。はい、お安く3500円で販売してますので、かなりお得な商品になってます。3500円、はい、かわいい箱に入れて、はい、であと T シャツも今スタチ君着てますので、徳島県のマスコットはスタチ君なので今スタチを使用しております。ちょっとねなんか食べたくなってきちゃいますけれども、さあじゃあ視聴者の皆さんに PR お願いします。はい、あの徳島県は先ほど言いました阿波踊りもありますけれども、その他観光スポットとしまして鳴門の渦潮というのもあります。また三好さん妖怪の町でもあるんですけれども、桂橋というのも有名になっていまして、あと県南の方では山ではなく海水戸湾というところがありまして、こちらの方はダイビングですとかサーフィン等も盛んな、徳島は山と海のある自然に囲まれた魅力あふれる県になっております。山と海と阿波踊りとそして妖怪もすべて揃っておりますので。すべて揃ってますね。はい、じゃあブースに行けばパンフレットなどもいただけるということで。はい、パンフレットもたくさん用意しておりますので皆さんのお越しをお待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、すだちくん、すだちくんありがとう、かわいいですねすだちくん。あ、こっちこっちはい、こっちです、すだちくんです、ありがとうございます。はい、すだち大使もね、はい、はい、じゃあ一言、はい、徳島県のすだち大使です。すだちはいろいろな料理に合うので、これからも徳島県のすだちをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。すだちくん最後かっこいいポーズだけお願いします。すだちくんのかっこいいポーズ、3、2、1、カメラに向かってドーン、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まずは徳島県の観光物産 PR ブースの皆さんでした。さあ続いては、さあ芸達者の皆さん揃ってますね。あら、ちょっとすごいメンツが集まってますよ。うおー、はい、さあ続いては、はい、続きましては三好さんの皆さんお越しくださいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい面々、ちょっとこれは記念写真撮りたい感じがしますが、ブースの方では今どんなもの並べてらっしゃいますか。そうですね、今妖怪の村から来てるんですけれども、妖怪をモチーフにしたらお菓子だったりとか、あと地元の米粉とか雑穀を使ったお団子とか、そういった物産を販売しています。じゃあ妖怪のみんなにも会えるということで。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。三好さんのブース、この後ろの方にあります。うぅー、すごいですね、今夜は夢に出てきそうです。どうもありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。こういった天然記念物もございますので、ぜひ皆さんお越しくださって、はい、妖怪とまだ見ぬ絶景ということでね、あ、いろいろ楽しめると思います。どうもありがとうございます。さあ、ありがとうございました。
さあすごい面々が現れました。さて続きましては、さあ今お呼び出し中ですね。さあ続きましては鳥取県の皆さんです。はい、あ、はい、あちらの方にねブースがあるんですけれども、すごいお客さんも来てますし、ちょっと忙しそうな感じがしますね。はい、ちょっと頭にかぶり物、カニ、カニかぶってます。あ、はい、さあ続きましては鳥取県の皆さんです。先ほどでステージでもお話を伺いましたけれども、さあ観光ブースの方ではどんなものを見ることができるでしょうか。まずこちらがですね、新作の境港羊羹。あ、これ羊羹なんですか。そうなんですよ、源吉兆庵さんとのコラボなんですけれども、羊羹の上に一旦もめが乗ってる形でとっても可愛い羊羹なんです。一旦もめが乗ってるんですね。いやーちょっと見てみたいし食べてみたい。はい、いただくのはちょっとかわいそうなんですけど本当に味は間違いないので、ぜひこちら食べていただきたいです。他にもいろいろと並んでるんですね。はい、本当にいろいろ文房具とかも持ってきてるんですけれども、私の今日の一押しは鳥取県の特産品二十世紀梨ですね。こちらがですね、本当にシャリシャリした食感で美味しいので、ぜひもう今日たくさん持ってきてまして、1個単位から買っていただけるので、こちらぜひ買いに来ていただきたいと思います。ちょっと美味しそうなものがいろいろ並んでますし、あの頭にはカニのかぶり物もね、はい、ありますので、じゃあぜひね皆さんにブースの方に来ていただきたいですね。はい、そうですね、あの鳥取県カニの水揚げ量が日本一なので、このウェルカニキャンペーンをやってまして、こちら鳥取県に来ていただくと、で宿泊いただくと旬のキャンペーンが当たるというキャンペーンですので、こちら応募用紙も今日持ってきてますので、こちらもゲットして帰っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。鳥取県の皆さんでした。かぶり物を食べ物付きでご紹介くださいました。どうもありがとうございます。ぜひブース行ってみていただければと思います。一旦もめの予感気になりますね。ありがとうございます。さあ鳥取県の皆さんでした。さて続きましては岩手県の皆さんです。どうぞ。お、ウニッチ登場です。はいはい、そして北限の海女さん、素敵な格好でお越しいただきました。さあ岩手県の観光ブースは今日どんなものが見られますか。はい、今日は、平泉ですとか、あとこの前世界遺産になりました、この見えるのかな、橋の鉄鉱山の PR をしています。釜石ですよね。はい、あとはあの三陸鉄道の駅で小石浜駅というところがあって、そこであのホタテの貝殻を絵馬に見立ててお願い事を書いてもらってるんですね。その貝殻をたくさんお持ちしてましたので、いろんな方にお願い事を書いていただいてました。もしかしたら恋が実るかもしれない。そうです、小石浜ですから。小石浜ですからね。じゃあお願い事がある方は、はい、貝殻があるうちに急いで。そうですね、あの私が責任を持って駅まで奉納しに行きますので。この力強いお言葉ありがとうございます。はい、岩手県の皆さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと各ブースの皆さんすごい力が入っていますよ。さあ続きましてはね、あの復興関係のブースご紹介したいと思います。岩手県の復興の状況についてなんですが、さあブースでは今どんなものが見られるでしょうか。はい、今、岩手県の復興局の方のブースはですね、まあ、復興の歩みということでですね、まあ、被災当時から今でのですね、カメラの写真展を今行っております。はい、じゃあパネルで見ることができると。はい、そうですね、パネルで今の状況を見ることができます。ぜひご覧ください。じゃあかなりあの復興が進んでいる様子とか。そうですね、はい、復興の状況、まあ、その写真のですね、あとは県の方の計画もありますし、今の感謝の気持ちを申した、まあ、ポスターも貼っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。大勢の皆さんいらしてますから、いろいろご報告の意味も兼ねて感謝の気持ちもお伝えできるというわけですね。そうですね、はい、ぜひあのこちらの方に来ていただいて、ね、今の復興の状況をご覧いただければと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。岩手県の復興の状況のブース、パネルなどぜひねご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。さあ続きましては漫画プロジェクト。岩手県はね、いろんな漫画家さんがいらっしゃるんですよね。
そうなんです、斉藤孝夫先生ですとか、あとは吉田戦車先生、それから 池野恋先生もいらっしゃいます。池野恋先生の漫画見て育ちましたね私は。ということで今日はブースの方ではですね、今日はあの池野恋先生をはじめとしまして漫画家の皆さんの原画展をやっておりますし、それからあとあのその池野恋先生とかが書いた漫画が載ったコミック岩手を4巻発売しております。まだ買えますか？まだまだ買えます、ぜひいらしてください。本当にいろんな方いらっしゃいますのでね、漫画家の、じゃあこれがギュッと詰まっていろいろ読むことができると。その通りです、はい、じゃあ皆さんブースはこちらになりますのでね、ぜひ行ってみていただければと思います。どうもありがとうございます。さあ駆け足でご紹介してまいりました。さあ取りを務めていただきますこちらです。はい、素敵な反転をお召しになったお二人です。ちょっと見せてください、ここほら全日本、あ、反転の文字を妖怪推進委員会、すごいですね。ちょっと着ているだけで気合が入りそうな感じがしますが、さあこちらのブース、あのお化け大学校の購買部なんですが、どんなものを今日買うことができるでしょうか？はい、私どもあの全日本妖怪推進委員会ではあの怪という妖怪の雑誌が舞台になっておりまして、その怪から出ている、もちろん怪も売っているんですけども、あのこういった遠野物語リミックス、京極夏彦さんの、サイン本であるとか、水木しげるさんの最新刊、水木しげるの日本領域、こういったものの本を中心に、あと妖怪グッズとかさまざまなものを売らせていただいております。こちらに手にされているのは、今回オリジナルで作ったのこちらトートバッグも売っておりますので、ぜひ。もうね、見せることがねできないぐらいすごくたくさんねグッズが並んで、なんかほら不思議なオーラが湧いている感じがしますよね。ちょっとはい、これはぜひね見てみていただければなと思います。どうもありがとうございましたね。この通りだけでも本当にいろんなブースが並んでいます。さあいろんな催し物、そしてブースもご紹介してまいりました。岩手希望チャンネルでの放送は以上となります。視聴者の皆様ありがとうございました。あの開フォーラム院等のこの後もね、まだまだイベント続いております。皆さんまだ間に合いますよ。皆さんもぜひ遠野にお越しください。ありがとうございました。